方、阪神、またもサトテルのエラーで負ける。巨人は敵地で初回に挙げたスミーチの1点を完封リレーで守りきり、阪神を下して3連勝。貯金を今季最多タイの11とした。勝ったでー。久しぶりに阪神に勝てたわ。スミーチ最高や。まさか1例で勝てるとは思わなかった。佐藤のエラー19個目、これとんでもねえな。1位佐藤輝19、2位牧13、3位小園11。ダントツ枝なんだなやっぱ。なんでサードやらせるん。敗戦投手佐藤輝明にしろや。この送球エラーの1点で負けてなおかつ最後の打者が佐藤輝って芸術点高い。去年の村上みたいになってるやん。村上のクソ送球はオスナでだいぶ抑えられてるからな。大山も補給 X やろ取れるの多いし。佐藤って12球団で一番サード得たクソだよな。送球なんかサードやったらあかん。なんで外野で使わないの。このワンテンポ置いて落ち着いて投げるクソ送球は定番イベントだな。そんなもんお前。内野無理じゃね。